はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はハイボール。これは、芋焼酎のハイボールっぽいですね。蔵人ハイボールというね、謎のやつがありました。アルコール度数 9% と高いです。芋焼酎、亀樹の明かりを使用。上流にこだわった芳醇な、焼酎原酒を、炭酸割りにしたら、わぜ爽快なハイボールができました。原材料がスピリッツと、スピリッツと酸味料。なんだこれは。焼酎と酸味料とかだったらわかるけど。スピリッツ？芋焼酎だよね。そっか、原酒だから。焼酎の原酒だからアルコール度数が高いんだ。だからスピリッツ扱いになったんだ。ああ、そういうことか。上流にとことんこだわりました。例えば同じレシピの料理を作るとき、強火で30分かけて作るか、弱火で60分かけて作るかでは味が違う料理になることは想像できると思います。また普通の鍋で作るか、圧力鍋で作るかで味が違う料理になることも想像できると思います。上流も同じ。ああ、なるほどね。芋焼酎、亀樹の明かりは、間接、加熱蒸留で、これなんていうの？醸し出されたか。香りと、ブランデーのような、熟成感が特徴の芋焼酎。そのフルーティーな香りは、炭酸割りにぴったり、どんな食事にも合う、とことん自由なハイボールです。こちら、製造者が三幸食品工業株式会社。そっか、上流にこだわったってことは、それだけやっぱり、かなり、アルコール度数高かったんだろうね。ではまたしてもね、こちら、いただきますけど。あ、うまっ。これ、このポン酢超うめ。あとね、まあいいや。あとで言うわ。乾杯。ああ、すげえ、芋焼酎の。香り。おお。おお。おお。うわ、これが芋焼酎ですよ。芋焼酎の香りが。口の中いっぱいに広がる。おー、この、芋焼酎のこの、なんていうかな、フルーティーなこの、芋ーっていう、これはあれですね。おー。ほんのりこの、芋焼酎のこのほんのり甘さ。ほとんど本当に何も加えてねえな、これ。スピリッツと酸味料しか加えてねえってことは。まあ、当然砂糖とかも加えてないんで。ただこれ入れて、酸味料入れて、あと、炭酸入れたみたいな。おお、これはあれだわ。
久しぶりにあれです。美味しい。美味しいっていうか。うん。まあ、あんまないもんね。芋焼酎のハイボールって、多分、ないもんね。で、この芋焼酎、亀樹の明かりっていうのを使用してるらしいんで、それを、ちょっと見てみますか。亀樹の明かり。ちょっと聞いたことないですね。これなんて読むんだこれ。会社。あのね、読めない。これなんていう会社名なのか、まず読めない。あ、社名が有限会社、佐田掃除商店。むちゃくちゃやな。聞いたこともね。で、代表者が佐田総工って読むの、これ。ちょっと読み方がわかんないな。これ何のあれなんだろうな。すごいな、これ。聞いたことねえぞ。亀樹の明かり。うわぁ。あ、どっかで見たことあるような、芋焼酎だけど、違った、亀樹じゃなかった。喜寿の明かりだった。喜寿だ。亀って書いて、亀樹の明かりかと思ったら、喜寿の明かりだった。知らんわ。これはちょっと見たことあるぞ。あ、これ見たことある。この会社か。晴れるって書いて、耕すって書いて、雨って書いて、なんとか、なんか読めない。で書いて、その、これなんだ。これ芋焼酎ですね。これ見たことあるわ。成功うどくっていう芋焼酎。これ見たことあるな。この会社か。はぁ。これ見たことある。あとは、角玉っていう芋焼酎。これもなんか見たことある。あと、刀っていう芋焼酎もあるみたいですね。なかなか。なんかすっげえ古いなんか雰囲気あるけど、これちょっとどっかで見たことありますね。喜寿の明かり、どっかでこの赤いラベルに金の文字なんだけど、非常にその達筆すぎて、あの若干崩れかかってて読めない。値段が924円。鹿児島県産ですね。鹿児島の、まあ、芋焼酎だから鹿児島か、うん。あ、大人気なんだ。大人気のさっきの成功うどくってやつ、シリーズ。で、おなじみ。佐田掃除商店の芋焼酎。なるほどね。まあ、俺はどうでもいいかな。もう芋焼酎はね、あの、秋だ。俺も芋焼酎はもう、いいわって感じ。うん。もうあと人生で飲める芋焼酎は、あと新しい芋焼酎買うとしたら、なんだっけ、あのプレミアのやつ、あれいつも名前わかんねえ、思い出せねえんだよな、あれな、なんだっけ、
蔵だっけあれ。ああ、忘れた。蔵がつくのは覚えてないけどな。芋焼酎。なんだっけな、本当にいっつもこれ忘れんねん、これが。あれあ、でも、関東版も飲みたいっすね。関東版。あ、森伊蔵ね。蔵って。あ、森伊蔵ね。まあ、あと人生で俺飲みたい芋焼酎は、佐藤も飲みたいか。あ、でも結構あるな。飲みたいやつ、まあ大体プレミアついてんだけど。あ、佐藤だっけ佐藤、黒か。あ、イサミも俺飲んでねえな、よく考えたら。あ、イサミも飲みてえな。村尾と森伊蔵と佐藤の黒と、イサミ？あと、関戸場？結構飲みたいのあるな。でもさっき言った聖光うどくってやつもちょっと飲んでみたい気もするけど。まあ、でも、あんまりあれだよね。芋焼酎もいろいろ飲んできたけど、なんだかんだ言って、黒霧島が多分一番うまいんちゃうかなって思い始めて。うん、多分黒霧が一番うまいんちゃうかって、俺が思ってるのはね。なんか、ビールで言う、スーパードライみたいな立ち位置なんだよね。黒霧島はね。これが恐ろしく、万能すぎて、ロックでうまい。ストレートでもちろんうまい。で、やっぱなんだかんだ言ってロックなんで。なんだかんだ言ってロックがクソうまい。もうこれが、芋焼酎、ザ芋焼酎。もうこれを飲んどけ。芋焼酎、つったらこれ飲めっていうレベルの、もううますぎて、マジで半端ねえ。もう赤霧島とか、よく好きだもんね。赤霧島はフルーティーなんだけど、こう、なんていうかな、黒霧はね、こう、キッっていう、こう、ドライ感がちょっとあるんですよね。で、結構ドライな部分が結構あって、でもやっぱりちょっとフルーティーなところもあるっていう。そうね。もうだって俺、この霧島酒造、霧島酒造は、霧島酒造の株価欲しいぐらいだもんね、これね。株価買おうかなって思ってるぐらい。これ株価いくら？株価いくらだ？株価。株価。あれ？これもしかして、霧島酒造の株価って、もしかして公開されてない？
まさか。あ、されてねえくせえな。株売ってないっすね、この会社。売ってないっぽいですね。あ、じゃあ株買えねえわ。あれだ。ダメですね。だからもう、惚れ惚れするよね。うん。黒霧は。で、俺がおすすめすんのは、ここ黒霧のマニアのユッキーがおすすめすんのが、あのね、俺はね、あの 200ml のコンビニでも売ってる 200ml のあのプラスチックのあのワンカップのやつの黒霧島。これが一押しなんですよ。うん、これが一押しなんです。これなんでかっていうと、あの、芋焼酎って結構ね、味が濃くて、あの、結構飽きるんですよ。うん。で、飽きるんで、だいたいあの、一本飲めば、あの、ワンカップのやつ飲めば、もうだいたいもう、オッケーなんですよ。うん。でね、そこにあるんですけどね、実はそこに黒霧島あるんですよ。あそこに。一升瓶のやつ。あれがね、なんとですね、一升瓶を買ったはいいんだけど、あの、香りがすげえ飛んじゃって、非常に美味しくない。一升瓶で買うと。結局、その空間が生まれるわけじゃないですか。一升瓶とか。まあ、これが一升瓶だとして、ここら辺まで減ると、半分空間になる。で、その空間に、あの、香りが逃げてって、で、まあ、ウイスキーとかと同じだよね。あの、ウイスキーも、あの、揚げたてが一番うまいんですよ。本当に。だから、バーとかで、ウイスキー頼むでしょ？ああいうのって大体ウイスキーこれぐらいしか入ってなくて、残りのこの部分に香りが逃げてるんで、全然美味しくない。っていう、俺理論ですけど。俺はそういう理論なんですよ。だから、ウイスキーっていうのは詰めて、もう詰めたてが一番うまいんですけど、で、詰めて、もうこんぐらい、大体詰められると、こんぐらいなわけじゃないですか。で、空気こんぐらいなわけじゃないですか。だから、ほとんど逃げないんですよ。だから、開けたてで飲むと、一杯目が多分一番うまい。これはね、リキュールほぼ全般に言われる、まあ、せやね、まあ、例外としては、ウォッカぐらいですかね。ウォッカはまあ、ほぼ変わんないですね。うん。けど、もう間違いなくウイスキー。ここにね、ブレンダーズスピリットのウイスキーあります。もう、開けたてが一番うまいんで、あの、2チャンネルとかでね、見るとね、もうだからそういうの分かってるんですよ。俺と同じく。だから、わざと、ボトル開けたら、100cc ぐらいの、蓋できるやつに、小分けにするんです。バババババって。そうすると香りがその分逃げないんですよ。確か、ハイニッカのスレで見たな、そういう人。あ、やっぱ、俺と同じ、まずくなるって思ってる人いるなと思って。うん。だからボトルで、そのまま保管しとくと、全然まずくなるね。特にまずくなるのが、ひどいのが、ペットボトルの、ウイスキー。例えば、角瓶とかさ、4リッターのペットボトルで買うでしょ。
そう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 。俺が見たのが、ハイニカっていう、ブラック、違う、ニッカウイスキーのハイニッカっていう、昔売ってた、まあ今でも売ってんだけど、旧時代の4リッターのやつがあった時代。あれを小分けにして、やってたっていう人が2チャンネルにいたんですけど、やっぱそれは正解だと思いますね。4リッターだとやっぱり、その分めっちゃ逃げるんで、ひどいです。だから、角瓶とかなんで、すっげえまずくなる。とにもかくにも香りがぶっ飛ぶからね。だから、ウイスキーっていうのはもう。あと、香類焼酎。香類焼酎も全く逃げないですね。逃げてもまず知らん。香りなんてないに等しいから。あれも、あれは別にどうでもいい。だから、オッケーなのは、やっぱり、ウォッカと、香類焼酎ぐらいかな。これは、香り逃げない。そもそも香りがないから。ただ、ウイスキーとか、芋焼酎。あそこに、ずーっと置いてあるけどね。黒霧島。めちゃくちゃまずくなってるんですよ。黒霧。なんでかっていうと、香りがぶっ飛んでるから。アルコール度数20、25度なんで、腐りはしないんですよ。で、悪くもならないんですよ。ただね、香りがぶっ飛んじゃってね、全然美味しくないんですよね。本当に。だから、買うんだったら、その飲み切れる量で、買った方が絶対いいんですよ。特に、黒霧島とか、芋焼酎なんて、もう香りが命みたいなやつだ。ほとんど香りが命なんですよ。だから、まあ、黒霧はやっぱりあれだね。うまいよね。黒霧は本当に美味しい。赤霧もうまいけど、黒霧には勝てんよ。今そこら辺のコンビニでさ、赤霧島売ってるけどさ、全然、レベルが違う。もう次元が違うって言っていい。もういいね。もはや。で、白霧島っていうのもあるんだけど、白霧島は、辛いですね。ドライです。黒霧島はね、やっぱね、コクがあるっつうのかな。なんだろうね、深みがあるんだよね。で、ロックで飲むとね、本当に美味しいんだ、これは。これがね、ロックで飲むと、すんごいうまいんだ、これが。これがな、うまいんだよ。本当に。で、しかもどこでも買えるでしょ。コンビニでも買えるでしょ。そうなったらもう、買うしかねえべ。もう魔王なんかね、芋焼酎の魔王とかなんかね、全然、比べ物にならない。だいたい魔王の味自体すっげえ甘ちゃんだからな。甘ちゃんっていうか。
すんげえフルーティーで飲みやすいで、なんか。なんか、薄っぺらいなんか、ジュースみたいな味。もう深みが全くない。黒霧島がいかに深いかわかるよね。うん。でも森伊豆はやっぱ飲んでみたいっすね。うん。まあ森伊豆と村尾、まあでも森伊豆かな。次に飲みたいって言ったら、次に一番飲みたい芋焼酎って言ったらやっぱ森伊豆ですかね。うん。まあ森伊豆高いから。森伊豆高いから。イサミも飲みたいですね。まあいろいろ飲みたいのはあるんだよ、確かに。いや、うん、本当にいろいろ飲みたいのはあるんだけど。まあでもやっぱ森伊豆。こんだけその、プレミアって言われて、どんな味かっていうのは、もう飲んでみたいっすね。どんな味かって、まあいいや、こんなぐだぐだ言ってるともう30分超えるからな。うーし、コク、甘み、香り、これは香りが強い。まあ、これは買うかって言われると、別に買わなくていい。なんでかって？なんでかって言われると、これだって、ただの焼酎のハイボールだもん。炭酸と黒霧島のワンカップ買ってくればこれ作れるぜ。大した味じゃない。以上。3353です。ご視聴ありがとうございました。